羽生結弦さんと内村公平さんが示した完全回答、美と美の掛け算の答え。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケート男子で2014年措置、18年平イ五輪を連覇し、昨年プロ転校した羽生結弦さん、28、ガザ長を務めたアイスショー羽生、ノットステレイター。 10から12日、宮城赤水ハイムスーパーアリーナに、体操男子個人総合で12年ロンドン、16年リオデジャネイロ五輪を連覇した内村公平さん、34、がゲスト出演した。初共演が実現した夏と冬のキングがリンクで融合。演技を通じて熱くリンクした二人の共駐を10日の公演初日後の談話と、取材した広告めぐみ記者のコラムで振り返る。美と美の掛け算の答えを、 4分間の演目で提示してみせた。羽生結弦のフィギュアスケートと内村航平の体操の融合を、美しさを追求してきた二人ならではの化学反応が会場の熱量を上げた。第一部の最後、リンク脇のステージに突如現れたのは床だった。黒を基調に金の装飾を施した揃いの衣装で登場。冒頭は振付師のデイビッド・ウィルソンが内村の登場以降はハブ自身が振り付けたという。 コンクエスト・オブ・パラダイスの荘厳な曲調に乗せ、冬の王が飛び、夏の王が宙を舞った。打ち合わせだったり、相談だったり、振り付けの構成だったりとか、相談はほとんどなく、お互いが自分たちにできることをぶつけ合おうという感覚で進めてきたとはぶ。初めて一緒に演目を通したのは、開幕2日前だった。見せ場となった、スピンとエンバの開脚旋回のシンクロは、内村のアイデアだった。 僕が合わせるんで大丈夫ですって言われて、じゃあ、お願いしますっていう感じで、内村。章の先輩らしく、体操界のレジェンドをリードした。お互いの本気のエネルギーが混ざり合うみたいなところを、このプログラムでは出したいという意識があったとハブが言えば、互いが互いをリスペクトしているので、呼吸も合いやすいと内村。最終日のコラボを終えた二人は、右拳を突き上げながら舞台を後にした。同じ価値観。 似た者同士と認め合う夏をキングと冬のキングは、ぶつかり合い、共鳴するように、3日間の真剣勝負を終えた。広木、恵み、継承略、終わり。内村さんから見たハブさん、やっぱりこの男はすごいな。旋回とスピン。やっている本人たちは、自分のやることに必死で、どういう風に見えているかって全然、わからないんですけど、目の前でハブくんがスピンをしているところと、 現場で旋回をしているところが、自分の目で見てコラボできているなって感じをものすごく感じる部分。初のアイスショー。羨ましいです。僕は体操の普及に今、重きを置いてやっているので、体操もこんな風になればいいのになと。グランドフィナーレで、ハブ君が僕の前を滑っていて、やっぱりこの男はすごいなと思いながら、滑らせて、滑らされてました。笑い。 コラボのところもハブくんがいるからこそ、あんなに大盛り上がりしている。本当に結び原、すごい、って感じっす。それを今日、つくづく感じた一日でしたね。ハブさんの魅力、常に全力なところです。本当にハブくんのこだわりの色がすごく出ているショーになっていると思います。試合前のハブくんのあの集中している感じを生で見られた。全力なんだが、試合じゃなくても、あの感じを出せるっていうのは、 僕が体操クソバカ野郎ですけど、スケートクソバカ野郎だなって思いました。笑い、似た者同士、天才ではないと思いますけどね。お互い、ちゃんと努力してこの場にいる。お互い、似た者同士、結果も五輪二連覇ですし、その競技を極めたいっていう者同士で、まだ極めきってないって思っていると思うので、彼も、お互いがお互いのことをリスペクトしているので、呼吸も合いやすいのかなと感じました。 ハブさんから見た内村さん、単純な言葉にすると、かっこいいな。オーラ。同じオーラを持ってる人だなっていうのは、すごく思いました。僕も僕のことに集中してやらないと、自分の演技が流されてしまうくらいのオーラがあります。僕自身、最近、単独のショーもやらせていただいているからこそ、より自分のスケートにクオリティを求めなくてはいけない気持ちもあって、コラボの練習をするときに、実際、今日コラボしているときに、 自分も見たいなと思ってしまうくらいのオーラは感じていました。そういう意味でプロなのかなって思ったんですよね。カリスマ、競技とか、技とか、技術とか、そういう枠を超えて人を引きつけるもの、カリスマ性的なものとか、内村公平という人間に成績がなかったとしてもきっと、そういうものを感じるんだろうなっていうことを今回、コラボしながら感じていました。単純な言葉にすると、かっこいいなと思いました。 内村公平という人物の体操は、体操だけにとどまるものではないと感じました。実際にこうやって形になってみて、今日の歓声を聞いてみて、実際に自分もやってみて、新しい形としてすごく膨大なエネルギーが生まれるなと思いました。本気のぶつかり合い、試合感もありましたし、僕自身も4回転を飛ぶ。彼も本気の技を繰り出してくださっていたので、 集中して自分の世界に入っていることは確かなんですけど、床とスケートリンクっていう場所は違うんですけど、エネルギーが増幅して、でも支え合って、ぶつかって、みたいな、いろんな力のかけ合わせみたいなものが見えたかなと思います。放置新聞社、羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年、平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という異業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャネル